はい、トラックとバスの事故。バスの事故とかですね、コンビニにまた突っ込むとかですね。まあ、毎日毎日ですね、この事故の記事がですね、もう本当に出てくるわけですが、これはもうあれのせいしかないでしょう、だって。うん。あれのせいですよ。うん。いやー、これバスがこんな、うわー、この、もう、なんで、このぐちゃぐちゃ、もう、あれしかないですよ、これ。うん。だってこれ、どういう道なのかわかんないけど。うん、おかしいですよね、こんだけね。大事故が。連日ですよ。うん、連日ですからね。はい。まあ、あれとは書いてないですけどね。書いてないから、それは言えないですけども。うん。あれしかないと思いますよ。はい。まあ、この方はね、その、うん。まあ、トラックをされてたのかどうなのかわかんないですけども。はい、あ、バイク配達員って書いてありますね。はい。あ、副業でバスの運転手始めました。って書いてありますけども。もうあれしかないでしょう、これ。はい。ということで、はい。この記事を書いておきます。失礼します。